こんにちは、アンゴロです。あの ICO は今では、日本で話題となった ICO の現在の状況をチェックします。今回の ICO はスピンドル。スピンドルは2018年12月に一度チェックしているので、この動画ではその後をチェックします。スピンドルは GACT がプロジェクトメンバーにいるのと、政治家を利用した金融庁への圧力のニュースで日本で有名になった暗号通貨です。日本の暗号通貨といえば、ガクトのスピンドルか、松井和代のミンドルか。スピンドルか、ミンドルか、ピンドル、ミンドル。スピンドルは、一般投資家が仮想通貨のヘッジファンドに投資を依頼するプラットフォームを開発するプロジェクトです。プラットフォームの名前は、ゼータ。ヘッジファンドとはですね、資産家や機関投資家から資金を集めて、あらゆるトレード手法で稼ぐ投資のプロのことを言います。現在は一般投資家がヘッジファンドに暗号通貨の資産を運用してほしいと思っても、いいヘッジファンドを探すのが難しいです。その問題を解決するためにゼータが開発されています。投資家はブロックチェーンに保存されているヘッジファンドの成績や戦略をチェックして、自分に合うヘッジファンドに投資を依頼します。成績が改ざんできないところがいいですね。このように面白いシステムを開発しているスピンドルですが、このシステムは金融商品なので、金融庁の許可が下りない限り日本人向けに営業できません。また、各国の規制もあるので、すんなりサービス開始というわけにはいかないんでしょうね。そこをどうクリアするかが成功の分かれ道になると考えられています。また、スピンドル創業者の宇田修一氏は財務省から名指しで業務廃止命令を受けたことがあるので、先行き不安感が否めない状況です。スピンドルはマスコミに叩かれることが多くて、トースポがスピンドルの事件化を匂わす記事を出して話題になりました。それに対してスピンドルは初めての抗議文を公開し、法的措置を含めた対応を行う方針を明らかにしています。次に現在の SNS の状況について、テレグラムは2018年は3万人いたのが、現在は半分の1万5千人に減りました。ICO で大損した人が多いので、チャットは荒れているのかと思いきや、荒れていませんでした。宇田氏が質問に対して常に丁寧な回答をしているのが好感を持たれているようです。ガクトが紳士だから、スピンドルホルダーも紳士が多いのかな。ちなみに、ガクト本人のメッセージがたまにテレグラムに入ってましたが、2019年1月を最後に登場しなくなりました。最近の大きなニュースは、2019年3月に発表されたブルーベルトとの業務提携です。ブルーベルトは仮想通貨取引所を運営する日本の企業で、ゼータの開発に協力して技術交換をするそうです。なので、ゼータを利用するヘッジファンドは、ブルーベルトの取引所を利用する人が多くなると考えられます。しかし、ブルーベルトの取引所について気になる点があります。これはビットコインの冷やしチャートです。取引開始が2018年12月24日で、それから1ヶ月半後の2019年2月6日を最後に取引がなくなって、現在は板に注文が一つもありません。他の暗号通貨も取引がありません。通貨ペアはドル建てしかないようです。ブルーベルトはサイトはしっかり作られているので、これから利用者が増える取引所ということになります。ちなみに日本人は利用できません。では、業務提携の発表でスピンドルの価格がどうなったのか見てみましょう。これはスピンドルの冷やしチャートです。業務提携の2週間前から取引が急増したものの、右肩下がりで価格は下がっていきました。そして業務提携の発表日に10サトシから20サトシの2倍に吹き上げてすぐ下落。その後、3月18日の日本語の業務提携の記事が公開された日に30サトシまで吹き上げてすぐ下落。現在価格は13サトシ。このチャートから分かることは、業務提携のニュースを聞いた後に買って利確できた人は少ないということです。稲子焼き一つ。稲子焼き一丁。
そしてブルーベルトは東証2部上場企業の子会社のブロック社員ジャパンと提携したことを4月12日に発表しました。関係図はこんな感じです。ブロック社員ジャパンはブロックチェーンを使った新規事業を支援する企業で、暗号通貨の保管やウォレット業務でブルーベルトと業務提携しました。スピンドルとブロック社員ジャパンは直接は関係ありませんが、ユーザー増加の相乗効果が期待できます。次にトレードのタイミングについて、ゼータのベータ版が2019年4月下旬から5月の間で公開予定なので、そのタイミングを狙ってはどうでしょう。ベータ版ではスピンドル建てで投資を実行できるとホワイトペーパーに記載されているので、ベータ版の使い勝手が良かったら大きく跳ねる可能性があります。ただしベータ版の評判を聞いてから吹き上げに飛びついたら焼かれる可能性があるので、その前の期待上げを狙いたいところです。5月中に出来高が増え始めたら情報リークと予想して期待上げ期待の仕込み。投資は自己責任で、利確損切りは忘れずに。2018年11月のアルファ版の時は33万円分のスピンドルを持っていないと試すことができない残念なルールがありました。 ICO ガチョウ組は1億円分以上のスピンドルを購入した人しか試すことができませんでした。もしベータ版も同じルールになったら試せる人が限られます。っていうか画面くらいは誰でも見れるようにした方がマーケティング的にいいですよね。少なくとも ICO ガチョウ組は全員試せるようにしてあげてほしい。以上、あの ICO は今スピンドルについてでした。それでは聞いてください。アニメじゃな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 い。本当のことさ。